フアン・ルイス・シプリアーニ・トルネはペリューのカトリック教会の聖職者。現在リマ大司教であり、2001年には数期教に任命されている。シプリアーニはサンタマリア・マリアニスタ校で学び、1961年からはバスケットボールペリュー代表のメンバーを6年間務めたこともある。彼はリマの国立工業大学で産業工学を学んだ。 オプスデーの信者である。エンジニアとしての勤務を経て、1977年に彼はオプスデーの司祭に上階された。また、名原大学から進学の博士号を授与されている。1988年に彼は、アヤクーチョ大司教区の補佐司教に任命され、1995年にはアヤクーチョ大司教になった。そして1999年1月、 リマ大司教に指名された。2001年、教皇ヨハネ・パウロ2世によってシプリアーニは、スーキ教に任命された。彼は、オプスゲー出身者として、初めてスーキ教となった人物である。2005年、ヨハネ・パウロ2世の死去に伴うコンクラーベでは、選挙権を持つ、スーキ教の一人として参加した。二千十一年七月十九日、彼は、ベネディクト十六世によって、 教皇調子教書をラテンアメリカ委員会のメンバーに任命された。1996年から1997年にかけての在ペルー日本大使皇帝選挙事件では彼は平和的解決のために反政府組織との交渉を試み日本人とペルー人の人質の救出に尽力した。リマのペルーポンティフィカカトリック大学で学長を務めていた1997年に ゲイの学生組織が主催するイベントが開催を禁じられた。この組織、集合的ッコは二人の三年生、ロドリゴ・ベコとベルナルドン・ロンドによって結成された。シプリアーニは学長として、ホモセクシャルを治療可能な疾患であると説明した、性的アイデンティティから選ぶことができるのか、というパンフレットを準備、配布させた。2005年に、 リカルド・パルマ大学36周年ミサに際し、シプリアーニは当時のスペインの同性のパートナーシップ制度についてコメントした。彼は男女間ではない結婚を傷ついた善なるものと呼びそれを販売する世界規模のキャンペーンの存在を非難した。そして彼は同性婚合法化によって社会は終悪になると警告した。彼は今日の世界では 邪悪なものが良いものとされている。それは他にも課され、それを受け入れたものに顔をなすと警告した。数奇教は、結婚としての男女間ではない関係は、信仰に忠実ではないものと呼んだ。傷ついた善なるものを望むものと呼び、売ってはならない。そこに善なるものなどなく、意見と思想トレンドのみによる道徳的相対主義の独裁と取引しては,はならない。2007年、 パーシッピーは、シプリアーニスーキ教が役員に任命したワルター・ムニオス長に対して訴訟を提起した。2010年に、広塚笠教区とピーカップとの間の大学の自治の問題と大学の財産権に関する法的な手続きが始まった。彼は、アヤクチョ・広塚笠教だった時に、このペルーで問題のある地域でのイエズス会の人権活動に対する妨害を非難した。 シプリアーニは、ラカントゥタ事件は、ペルー陸軍が関与していると信じている人々を、祖国に対する反逆の罪で有罪であると言った。虐殺は後に、コリーナ部隊の中で活動していた陸軍の特殊情報機関の関与が証明された。シプリアーニは、ペルーでは執行猶予や、恩赦のない懲役を含めた、死刑より厳正さを欠く方法では抑制することが困難と、考えられる。 社会に対して現実の脅威を与えるような事例に限り、死刑を認めるべきとする立場である。例えば、暴力革命を強く施行したアビマエルグスマンが逮捕されると、シプリアーニはセンデロルミノソの指導者は処刑されるべきであるとの意見を表明した。シプリアーニは、死刑制度に反対するペリューを卑怯者と呼んでいる。1980年代以来、シプリアーニは、 人権団体に対する敵意を示してきた。その対象には、カトリック聖職者や法律家が率いる者も含まれる。前任者で、イエズス会士のアウグストバルガス・アルサモラトは、対照的に、シプリアーニは1980年代から1990年代にかけて、ペルー軍による人権侵害の噂に感知しようとしなかったとして、非難されてきた。 シプリアーニーの人権に関する論説の中には、議論を呼ぶものもあり、最も有名なのは1994年の W ・カーレータスでのインタビューである。シプリアーニーは、そのインタビューの中で、人権コーディネーターほど馬鹿げたもの、エサ小獣ですは見たことがないと主張した。ありがとうございます。